石川道夫は日本の原子力工学者、原子力発電とその溶油、廃炉安全性を専門とする。現在は日本原子力技術協会最高顧問である、兵庫県に生まれる、東京大学工学部卒業後、1957年日本原子力研究所へ入所、安全解析部長、動力試験土部長、 東海研究所副所長などを経て、1991年より、北海道大学工学部教授となる。退官後、2005年4月13日から2008年3月15日まで、日本原子力技術協会の初代理事長を歴任、理事長退任と同時に、同協会の最高顧問へ就任した。1972年東京大学より、工学博士号を得る。 論文の題は、暴走出力により、有機される、即発性原則剤加熱効果の解析。日本原子力技術協会。有限責任中間法人日本原子力技術協会設立総会を開催。新着情報一覧。日本原子力技術協会。2011年5月14日閲覧。理事長役員人事の確認日本原子力技術協会。 日本原子力技術協会臨時社員総会を開催。新着情報一覧。日本原子力技術協会。2011年5月14日閲覧。理事長役員人事の確認。博士論文書誌データベース。中西拓司。足立淳子を田 A。福島第一原発。一号機圧力容器に穴工程表の前提崩れる。毎日。 j p h t t p 毎日 j p セレクト事件ニュース ,2011 万 513k000, メートル 040174000,Chtml 2011年5月13日閲覧。圧力容器の状況について、2011年5月13日0時56分、初出、最終更新2011年5月13日1時19分の、 番より、ありがとうございます。